前もスマホのフィルムがバキバキすぎてここにひび入ったからやめたのよ、やるのってぐらい。なんで、ちょっと待って、あ、間違えた、はて やばい、私の間違えちゃった。どう 間違えた。みんなスクショしないで、消して、してたらどう？さっきより変わった？見えちゃいけないものはないけど、ただ汚い、多分。はい、ありがとうございました。 CG ショップ配達会リリベのキャナルから、キャナルで東京の配達会と見送り会で、アットジャムもありがとうございまして、そして今日もありがとうございました。皆さん、何だったっけ、オールナイトフジコも多分まだ TVer でやってるので、見てない方はぜひ見てください。お願いします。カット割りがね、いい感じだと思います 楽しかった、嬉しい、そう、楽しかった。では今日のあれです、じゃじゃじゃーん、ちょっと私のお家の住所たちが入ってあるから。前回バケツをかぶれは私が初スーマーだったから、パパがものすんごい量買ってたんですけど、で生写真を開封した結果、私以外の15人は全員コンプするっていう感じだったんですね。なので今日はきっと当たるだろうってことで20枚だけ買いました。一旦全部コンプしたいっていう気持ちだから、かぶりは4人で抑えたい、4人で抑えたいという感じでございます。20枚だけ買いました。で、花さんの卒業グッズを、まあ結構な額買ったので、それが届いたらそれもやろうと思います。そちらはあってぐらい、パパがそう最後のグッズだからもう悔いが残らないように買いなってことで、まあ、その日をお楽しみにしてほしいんですけど、まあ、結構な量を買わせていただいたので、はい、私多分ネットで買ったから、多分これは多分ネットのあれだと思います。コンプしないもん？これは生シャですね、特典生シャ。見てください、全部花さん、おもろ、こんなことある？全部花さん、全部、嬉しいけど、これ前回もそうだったの、前回も同じ写真が何十枚に来て、じゃーん、これってあれだよね、私がみなはさえちゃんと2人のやつ、私がさ、さえちゃんと2人のあるんですよ、それは何だ？わかりません。はい、次いきます。でもタイプ A とタイプ B の内訳は、あ、下に置いてきちゃった、なんだっけな、ロンリーサブウェイ、チーム H の曲のロンリーサブウェイが収録されてるタイプ A が多いです。
で私も写ってるので台北が多いですね。はい、それでは開けます。皆さんロンリーサブレ聞いてくださいました？あ、1枚2枚2枚タイプ B ですね。ゴミ箱2枚タイプ B です。タイプ B 残しとこう。開けていきます。ごめん、一回全部開ける？一回全部これさ、フィルムから出した方がいいのかな。どう？やっぱ画面切ったな。汚すぎない？一旦出してみますね。こういうのさ、綺麗に開けれないんだよね。サンタさんからのプレゼントとかもぐちゃぐちゃで開けちゃうタイプ。一旦出してみよう。え、どう思う？一旦全部フィルムから剥がすべき？え、これ今日全部開ける？どうする？何回かに開ける？でも私さ、できる時あるかな。なんか年齢制限が厳しいぞ。うん、明日もでも休みの日の方がみんないいよね。9時までしかできないのがさあれだからさ。どう？休みの日の方がいいよね。一旦3枚あげてみますね、フィルム。ってなったらさ、もうさ卒業公演すぐじゃねって感じなんですけど。ちょっと待って、ねえ画面汚い。そうだよね、全部やっちゃおう。そうなの、19日、もうすぐじゃんに、ここ店にね、そう最後に出させていただけるということで、もうなんか警報のマネージャーさんに本当に言ったの。え、この話したっけ？してないか。もう警報のマネージャーさんに、その花さんが卒業発表されてからちょっと経つぐらいにふと思ったわけで、昇格して人数いっぱいになったからもうなくねと思って、でさあパチドラも終わっちゃったからさ、なくねと思って、でまあそのマネージャーさんにもう本当に急遽シンポジーになってもいいので、本当に空きが少い、1個どこでもいいか、1個でも1個空いたらもうそこ覚えますって言って、覚えて出たいです、一緒に出たいですって言ってたら、マネージャーさんが入れてくださいまして、でしかもその時にあの LINE でね、朗報みたいな感じで言ってくださって、マジで神って感じ。1個目開けます。じゃん。これさ、パッて見せていい？見せる？こうやってパッてやる。どうする？ねえ。
いい？あ、私はちなみにここに入れる派です。これいくよ、せーの。わ、ななかちゃんや、かわいい。ねえ、ななかちゃんかわいくない？え、これ見せていいの？見せない方がいい？見せていいよね？見せない方がいい？いいよね？じゃあななかちゃんがさ、ななかちゃんがさ、あの赤い髪色変えたじゃん。あれやばくない？超かわいくない？マジで超かわいいんですけど、本当に写真見るたびに思っちゃう。あ、ちょっと見えちゃった。最悪、見えちゃった。2個目いきまーす。ここくっついてた。せーの、じゃん、アイチーさんです。そう、アイチーさんはそうめんずなので。楽しかったですね、配信もありがとうございました。リリース記念配信ちゃんと洗いましたよ。だからさ、めっちゃ言われるの、入った時間の時にね、めっちゃね、え、お酢大丈夫？ちゃんと洗ったみたいな言われて、洗いました。なります。はい。ネクスト。わ、うまとろに貼り付いてる。いきまーす。せーの。うわ、あきさん、我らがキャプテン。キャプテンです。かっこいい。マジでさ、出てきそう。かっこよ。いいですね。今のところ順調ですよ。順調。はい、次。今度5枚一気に開けます。え、確かに H 多いね。いい調子じゃない？めっちゃ。ます。チーム愛知、本当に楽しい。そう、そうめんずさ、あの配信の後に愛知さん、もう帰りにね、もう帰って本当にお疲れ様でしたってバイバイちょいギリギリぐらいに、その、え、お腹空いてない？みたいに言われて、ご飯行こうよってなったんだけど、愛知さんとさえちゃんと。本当に楽しかった、面白かった、ずっと笑ってたよ。でユニバのハロウィンナイト行きたいですね、楽してるの。でんて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 んで、アイチーさんも踊ろう言って、サイちゃんがやだー。だから私とアイチーさんが踊って、誰か踊んない人を一人サイちゃんの仲間を連れてくるっていう、叶うか分かりませんが、よし、今2個開けました。そうだよ、さえちゃんがそうめんずって言っててね、で、しかもそれ、しかもね、え、そうめんはひらがな、そうめんカタカナみたいな、で、すが漢字のすで、カッコカタカナのすみたいな、めっちゃね、ノリノリだったよ。面白いよね。これは入れます。さえちゃんはね、絶対入れません。絶対に入りません、そうめんずには。なんかさ、今日さ、急にめっちゃ雨降ったくない？なんかピカピカ光ってたよね。そう、終わって、まきまきさんとさえちゃんとご飯に行きました。そう、テロップ変えとこう。カメラ拭いても
そう。カメラ見てみ。行って、そう。話した、めっちゃ楽しかった。この、え、このキャラ、これ、これは知ってるみたいな。年齢がさ、姉さんだからさ、このキャラクターは知ってるみたいな。って言われて、わかんないんか、みたいな。じゃあ私は逆に、え、これは知ってますか？おほろー、みたいな。言って話してました。あっという間。では開けていきます。5枚、5枚。いきまーす。せーの。あ、ねねさんやん。かわいい、ねねさん。じゃーん。ねねさんです。え、今マジでいい感じじゃない？かぶってませんよ。ツンデレねねさん。ねねさんもさ、ずっとね、渋うるさいって言ってくるの。私がもう本当にね、無言でね、で近づくと、もううるさいって言うの。何も言ってないのに、喋ってなくても、もううるさい。100発100中で言われるんですけど、なんで。はい、じゃあ次、せーの、はっ、クリナさん。え、マジで運よく、え、やばくない？めっちゃさ、え、めっちゃ引きよくない？じゃん、めっちゃ引きよくない？え、かぶってないよ。え、すごくない？超すごくない？え、そう、クリナさんさ、似てる、まさ、言われる。なんか今日もメイクさんに言われた。やっぱ不意にその選抜の写真とか見たときに似てるってなるって言われた。そう、いくよ、いきます。緊張してきた。せーの、あ、ななかちゃん。でも可愛いから嬉しい。お姉ちゃんがさ、ななかちゃんのこと好きだから、お姉ちゃんにもこれを見て元気を出してって、日々頑張ってって言おうと思います。そう、もがみさん可愛いってずっと言ってんの。いくよ、せーの、ねねさん。まあ、ねねさん嬉しいから。やばいやばい、震えてきた。ねねさん、さっきまでの調子が可愛い。よし、ね、やっぱカメラ汚なぁ。寝るたび思う。いきまーす。姉さん誰にもあげませんよ。せーの、あー、えー、うらちゃん、かわいい。え、かわいい。いや、大人っぽくない？めっちゃ顔大人っぽい。さ、笑ったらさ、めっちゃ、んって感じだけどさ、めっちゃ大人っぽい、このえーら。かわいい。すぐ手つないで、この子すぐ手つないでくる、こうやって。で、めっちゃレアちゃんに懐いてるよ、エガちゃん。めっちゃレアちゃんに、もうめっちゃめちゃレアちゃんに懐いてる。レアさんだから、レアちゃんのこともなんかね、レアちゃんがここにいたら、で、身長高いじゃん。だからこう手の時に、ちょうどレアちゃんの上に着てるパーカーの下辺、裾辺みたいな感じだから、とこうやってなんかイジ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 してて、レアちゃんにイジイジしないでって言われてる。イジイジしないって言われてなってる。ずっとレアちゃんにくっついてる、この子は。マジでめっちゃ懐いてるよ。レアちゃんに懐くのすごってぐらい懐いてる。やばい、めちゃめちゃ懐いてます、本当に。レアちゃんがこんなにも7匹の赤ちゃんから懐かれるとは思いませんでした。レアちゃん絶対怖がれるよとか言ってたのに。
びっくりです。あれいいねへへへと言ったのにさ、びっくりです。レアちゃん自分から行かない。でも言ってるもん、レアちゃん本当にエンガちゃんやばい、エンガちゃんやばい、マジ可愛いんで、両思いですね。あそこはレアくんがやらっぽくなったってどう言うて、言うてじゃない多分。私多分入った時が、自分で言うのもあれだけど数字的にはめっちゃ痩せてたわけだから、めっちゃ二重幅狭くてマジで一重みたいな。最近めっちゃ二重幅広くなってきたんだよね。なんか広くなってきたって言ったらあれだけど、広い幅が癖ついたで広くなったと思う。前より二重幅がっていうのもありそう。まつげたまにしたり、昔の動画見る、昔のさ写真とか見れないもんね。だって自撮りがあったら昔の写真見たらあれ。でもなんか今 DMM さんでさ昔のリセット公演やってるじゃん。それがさなんか私出ててさ、ななかちゃんが教えてくれてさ見たらさ、そう見たら言うて自分でもなんか変わってないって言われたんだよね、ななかちゃんに。早く来てね。うん、はんちゃんめっちゃ身長伸びた。マジで気づいたら全然抜かされてたもん。マジでスタイルいいと思う、はんちゃん。身長伸びました。多分身長伸びた何センチから何か何センチ伸びたっていう数値的には多分ハンちゃんとユイのが一番伸びたと思う。私3センチ伸びましたよ一応ね。開けまーす。よいしょ、取れない。せーの、あ、ザワです。お、いい、初だよ、初ザワ初ですよ。いい感じ、結構いい感じ。これさ別に分けとこう。いいね、いい感じね。え、クリナさんがさ最初さ見る一瞬なんか花さんに見えるんだよね。かわいい。そう、ザワいい感じじゃない。ありがとうザワ。いきます。あ、出しちゃった。せーの、はんねあー、ねねさんが私に会いたがってるってことかしら。たくさんねねさんが私の元に会いに来てくれます。あー、照れちゃって。ねねさんに言うか、ねねさん私のこと会いたがってたんですね。いきます。あげませんよ誰にも。ねるさんはあげないよ。せーの、あ、レアちゃん、え、いいよ、初だよ。レアちゃん初よ。ちょっと花さん、レアちゃん初よ。じゃーん本当に。よし、今3かぶりだから20枚買ったからあと1かぶりしかできません。やばい。いきます、せーの、わやばい。これであと残りあれしないと、あれしないとコンプできませんと。やばい、やばいぞ。震えてくる、震えてくる。20枚少なかったな、25にすべきだった。
え、今小さいで買える？買えない？いきます、せーの、あ、来たー、ゆうひさん来ました、いいぞ、来た来た来た、ひぶきさん来ましたよ、いいぞ、何して仲良し、ひぶきさんよくね、この前もお泊まりしたし、結構ホテルに集まりますね、一緒寝るよ、そう、マジで多分みんなが思ってる以上にマジで仲良しだと思う、手ぐらい仲良し、20でコンパはないんだよって、どうかな、で意外と私さ引きが良かったりするんだよね、これできなかったらあれだけど、え、今誰が出てない、くるみさんとはなさんとえぐっちゃん、りゅうとう、さえちゃん、まりあさん、私かですね、7だよね、そうで今9出てるってこと、1,2,3,4,5,6,7,8,9 9出てます、はい、見て見て、残り7、よし、20で行くかなと思ったんだけどな行くかなって思ったんですけど、そう、なんかパパが看護師さんとかに、あ、なんかパパがお仕事の人に配るって言って、そう、だから私のが写ってるのが多めって言ってました、そうって言ってたよ、おじいちゃんおばあちゃんに、あ、今日勤労、敬老の日か、おじいちゃんおばあちゃんに後であれしないと、でもありがとうって言わないと、よいしょ、じゃん、じゃん、あ、あー、そうそうする、やっぱ25の方が良かった気がしてきた、え、ハンさん来ないのが悔しい、どうかね、にします、ロンリーサブウェイ、ロンリーロンリー、へー、ドキドキするよ、いくよ、せーの、あー、誰でもでも大丈夫、アキさん、我らがアキさんだから、最悪もう私は自分のが出なくてもいい、ハナさんが出ればいいっていう気持ちでやってます、今我らがキャプテン、せーの、あ、サイちゃん来た、サイちゃん来たよ、よしよしよし、サイちゃん来た、見て、サイちゃん来ました、仲良しサイちゃん、いいぞ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 、え、これさ、頼んでる人がさ渋いだから渋い入ってないとかないよね、いやマジで本当にバケツの時にもうほぼ基本 3枚かぶりっていうのは普通ってぐらい、で5枚かぶりの人もいるってぐらいだったのに私だけ出なかったの、いきます、ないか、なんかそんな分かれてないか、いくよ、せーの、はっ、くるみさん来た、はっ、
センター様コンプじゃない？来たよ来たよ来たぞ来たぞ来たぞ。くせみさん、え、いい感じじゃない？ね、これどうしよう、花さんだけ出なかったら。え、かぶりさ意外と少ないよね。私いくよ。よしよし、せーの、あー、なんだかちゃん、え、かわいい、マジで超かわいい。でも大丈夫大丈夫。大丈夫、何が大丈夫。いくよ、せーの、あ、さえちゃん、さえちゃんもね仲いいから大丈夫。さえちゃん、よし、ねえ原さん、ねえ、残り2個、出ない気がしてきた。出るよね。どうする、花さん来るかしら。もうそう、私はもう自分のは別に、もう自分のは自分だからいい、いいっていうか、まあ、出たら嬉しいけど、気が遠のきそう。これさやばいよ、結構出なかった。いくよ、いくよ、せーの、あー、ヨーラちゃん、あ、やばい、あと1個。えヨーラちゃんかわいい、なんか発光してる。あ、これ、あー、いくよ、せーの、うー、でもいぶきさんも好きだから嬉しいけど、花さん出なかった。あ、息が、息が。でも私いい子、いい、私いぶきさんね、入る前、ハンさんが女子だったんだけど、ハンさんが女子だったんだけど、全然私、いぶきさんの動画とかいろいろ見てて可愛いと思ってたから、ある意味地引き、でもいいもん、たくさんハンさんいるからいいもん。たくさんハンさんいるからいいもん。パパー、ハナさん出んかった、ミナも出んかった、あー、あとで、あ、何枚かぶれる？
疲れてる。15枚でいける10。あ、私今何枚大事じゃないんだ。えぐっちゃんとリュウトとマリアさんとハナさんと私10じゃない。え、どうも10じゃない。え、10だよね。だってさ、10じゃない。これがかぶりね。ですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 9枚かぶりました。じゃじゃん。で、あ、やべ、姉さんがかわいいね。姉さん、悔しいな。やっぱさ、白、なんか白。白くね。片手も出たって。皆さん、私の TikTok 出たらしいです。なんか前髪真ん中で割れてるんだけど。前髪がさ、真ん中で割れてるんですけど、こうやって最悪。でも違うの聞いて。かぶったけど誰も手放したくない。かぶったけど誰も手放したくない。から買い足します。え、今は買えない。シールついてくるのか。この髪型いいな。急に。なるほど、パパに言ってみます。かわいい花さん。はい、じゃあ、それではこちらの CG さん、ありがとうございました。外に出ろ。あー、うまいかった。悔しい。え、2ヶ月後なの。私の生写真の保存方法はどこだったっけ。あ、シングルのはこれに入れてます。でも
あの何枚か下に置いてきちゃった。花さんの生写真は花さんだけのファイルを、ファイルっていうかに入れてます。って感じです。悔しい、めっちゃ悔しい。え、じゃあさ、この調子でさ、あれもさ開封しちゃってもいい？あの下これ、でもちょこちょこ開けちゃってるからそんな開ける分ないかも。え、これもさ、花さん当てたいな。花さん当てたい。そう、自分も出ないんだよね。開けますよ。あれ？これにし。ネットが悪い。テレさんが。え、待って。すごくない？私のノーマル1とクリナさんのノーマル2。え、でも私出てるやん。すごくない？一瞬さ、自分でもさ、同じ人が3人来たのかと思っちゃったよ。おもろい。ありがとうございます。とか開けてるから。でもいただいたやつと開ける順番め結構バラバラになっちゃってるかも。すいません。なんでこんなネット悪いのやろ。なんで。全然進みません。なんでですか。ねえ、全然進まないよ、もう。あー、なんでー、なんでー、なんで、え、開けたことになってるし、どういうこと、なに、なに、ね、累計ランキングって何？何のランキング？持ってるカードの良さのランキング？ポイントとか。いただいた数ってこと？ってこと？何のランキング？すいません、私の。あ、え、
今ね全然なんないなと思ってさ戻ったわけ。そしたらねエグちゃんのノーマルとリュートリュートのノーマルと花さんのレアレジェンダリー来たんですけど、えっありがとうございます。えっすっごっ。あ、ねねさんも持ってた。ねねさんも花さんのレジェンダリー持ってた。でもすごっ。やっぱうちんうちん。嬉しいよ。はい、じゃあ次開けさせていただきます。続いてもてるさんありがとうございます。ねえマジでネットあれ何本当に何この家何なんかさあるよね建築素材によってさネットをね通さない建築素材があるらしくて、マジでネットある。うわっ、えぐちゃんのノーマルと私のノーマルとアイチーさんのノーマルも出ました。嬉しい、アイチーさん来た、ありがとうございます。あ、じゃあ次ホニョンさんからいただきましたの開けます。私のネットの気がするんだよね、いつも 5G なのに私 4G になってるし、4本さピョンピョンピョンってあるじゃん、それもね3本えぐちゃんのノーマルと私のノーマル、はい、自分のことが大好きな人ってぐらいめっちゃ来る。あとはねねさんのノーマルです。かわいいです、かわいいねねさん、かわいいねねさん、かわいい。この前ね、まあいいややめとこ。萌香ちゃんからいただいたのを開けます、ありがとうございます。今日開ける、何が出るかな。わっすごい、超強そうなさパック来たよ。ね、超強そうなのさ言っていいメンツ、レアちゃん、アキさん、ねねさん、強そうくない？かわいい。またねねさんが私の元に、はあ好きすぎ、やばい怒られそう。では次フランさんからいただきましたの開けさせていただきます。ねねちょっと足音めっちゃするよ、ごめん。お来た、えぐちゃんのノーマルとリュートのノーマルとえぐちゃんのレジェンダリーが来ました。すごい、えぐちゃんも私のこと好きそう、めっちゃ来る。マジで竜頭かわいい。一旦最後フランさんからいただいたのを開けさせていただきます。じゃん、
そう、アイチーさんのノーマルと私のノーマルと奈々香ちゃんのノーマル、奈々香ちゃんは初です。私めっちゃ来るな自分。ありがとうございます、送ってくださった方。えぐちゃんいいなって、いいでしょ。えぐちゃんさめっちゃ来てる気がする。アルバムって何？なんか、あ、これか。え、どういうみんなアルバム作ってほしい？私の推しメンアルバムでもいい？花さんのここに入れようと思います。あ、でもあんまないかも。ハズレ、かわいい。花さん、え、花さんが全然いません、全然いません。クレイちゃんを可愛い笑い方。私花さんに全然会っていません。どうして？あ、いた！可愛い。花さん、どこ？3個、はなさん3個、はなさん、3個、だけどそれ中2個はレジェンダリーとスーパーレア。すごいかろ、すごいかろ。せいちゃんコメントしてるよ、だって。ん、なんだって。ちょっと待って、渋いだって。さいちゃん私の車検マークついてる。こんにちは。もう見てないかな、見てるかな。バイバイだって、はよ、早っ、帰るの早っ。もう見てないかな、あつぜ、もう見てないかな。さえちゃんにあつぜ送ろうと思ってたのに、もう見てないんか。じゃあ送るか。送るか。送ります。そうだよ、今日つなぎだよ。今日は一日中一緒でした。本当に帰ってるやん、なんだって、なんだって。もうでバイバイって本当に帰ってる。ちょっと待って、
テレテレタレチクヨンヨンヨン。そう、でもね、なんかね、サイちゃんにね、あ、仲良しってのバレちゃいますねとかね、言ってもね、いや、仲良しじゃないからって仲良しじゃないからって言われるの。仲良しじゃないからって言って、そうだから、今日ご飯行った時にファンですってなっちゃったら、もう仲良しなのバレちゃいますねとか言っても、ふん、おかしいな。だんだだだんだだん、ツンデレを楽しむしびちゃんそう言われんの、エリナは、うん、でも嬉しいんでしょって。言われちゃうんです。さえちゃん配信始めたって、じゃあミラーも行こう、ちょっと待って。どこにいる？サイちゃん。自分に嘘をつくなんて。本当だ。サイちゃんの画面綺麗です。明日も初めてじゃないから初見マークつかない気がする。それじゃあなんてコメントしよう。なんてコメントしよう。自分に嘘をつくなんて、今日で終わりにしたいんだ。
コメントしたけど、はあ、やっぱさ曇ってるよね。コメントなんかさ曇ってる、なんで。自分に嘘をつくなんて今日で終わりにしたいんだ。楽しみ、ここてん、ここてん楽しみだな。なんでしょうね、ユニット。なんでしょうね、ユニット。なんでしょうか。内緒です。なんでしょう。そう、でも、まあお楽しみに、絶対見てください。絶対に見てください。絶対に見てください。絶対に見てください。私ちょっと待って、あと何があったっけ。古典もあるし、ねえ悲しいわ。でも私は卒業公演、卒業コンサートあんま泣きすぎないようにしようって感じでもあれですよね、一七ライブがありますね。それで言うと一七ライブ、こういう一七ライブがあります。皆さんと私は24日何時でしたっけ何時か忘れちゃったんですけど、まあ、また告知をしようと思います。はい、でもその昨日のアットジャムで私キス待ちをやったんですよ。でもなんかその前の曲が新曲で、その新曲の時に花さんのファンの方らしき方が泣いてて、で泣いてるの見たらやばいってなって、そんでしかもその後にキス待ちで横で、で歌割りもそのマリアさん3人固まってる時にもう半分ってなりながら、でそれだけであれだったから私大丈夫かしらってなりそうだった。やばい。でもでもまあさあ、なんか多分花さんが卒業前最後っていうのは HKT のファンの方は知ってるけど、でもそうじゃないファンの方とかはみんながみんな知ってるわけじゃないから泣くのもおかしいしなと思っても頑張ってってなってた。もうずっとなりながらやばいよ、どうしましょう、マジでどうしましょう。やばいな、どうしよう、マジで悲しい、寂しい、やばい。私あれだ、あのね、花さんのインスタの投稿を卒業までにぴったしにいいねを全部するっていう今なんか企画をやってて、一人
人で。あのなんていうの、投稿数割る残りの日にちで割って1日何個すればいいかっていうのをねやってるんですよ。ということで今からやっていきたいと思います。残りさ何日か分かりますか？水曜まで。じゃあ今日11個して明日から12個、よしそうしよう。13個しちゃった。12、12、12、12、12、13、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、よし。132÷12か。じゃあ明日から1日12個やればいいってことですね。はい、お任せください。そうでもなんかさ、私さ TikTok ねコメントができないから、もう16歳のコメントできるようになるまでどうしようかなって感じ。でも
あの言わないでおこうと思ったんですけど、実は実は花さんとプリクラを撮りまして、でプリクラを撮りまして、お仕事2人でのお仕事があったんですけど、それ終わってこの後なんかあるみたいな、何もないですみたいな、プリクラ撮りに行こう行きました、プリクラも撮りましたいいでしょう、ちょっと美味しかった、もうずっと笑ってた。しかもね、しかも二人、私もさ、なんか中1の時とかは結構月1週1でプリクラ撮ったんだけど、もう入ったりしてマジでプリクラ撮らないから、何が流行りかも何がいいのかも分かんなくて、で花さんも分かんないらしくて、もうちょっとどこがいいんですかねだってもう調べて、どこがいいですかねって言って、そう、それで結局あ、ここにしてみますかって言って撮りました。マジで宝物だし、なんかこの前花さんがなんかなんだっけ、なんか雑誌の撮影かなんかの時に多分チェキを撮って、それ大体そのチェキって何枚か撮って何枚提出で何枚か余るんですよ。だからそしたら日に原さんにその次の日がうちの仕事だったからあったんですけど、そしたらなんか「しびちゃんこれあげろ」って言われたのが、ちょっとやっぱ見せんとこ、原さんからあのチェキを2枚いただきまして、しかも1枚に「しぶいちゃんへ」って書いてあって、もう1枚に「大好きだよ」って、両方サイン入りね、ちなみに。嬉しい、本当に生きがい感じる。なんか楽しい、もう HKT で本当にいいグループってなる、嬉しいです。なんか日々頑張って生きててよかったと思うんだよね。なんか辛いことがあってもよかったと思う。アイスでもね、なんか他のアイドルさんとか可愛いなと思うけど、さか、なんか言い方悪いかもだけど、なんか本当に好きだけど、ね、橋本恵梨子ちゃんとかも、まあ、もう本当にね、可愛いと思ったんだけど、なんか、多分私が今アイドルっていう立場なのもあるけど、もう、推しメンっていうか、可愛いとか思うの。可愛い好きってなるけど、こんなに、花さんとかみたいに、一つのことに熱中することって、私の人生あんまなかったから、すごいすごいです。そう、習い事とかも結構コロコロ変えちゃうタイプなの。習字が10年ぐらいで、あ、でもそろばんも5年か、意外とだなってぐらいだったんだけど、でもってぐらい本当に空手も8ヶ月だし、ピアノも1年続かなかったしって感じなわけ、私の人生だから。すごいです、花さん。何年、6年7年すごいです、本当にですよ。本当に優しいの、本当にもうなんか神様みたいなの、なんか本当にね、なんかね、もういるだけで周りがねパーッと明るくなるんだよ。すごくない？さあ、すごいと思う。一番輝いてるよね、博多で。本当に、うん、本当に
うよね。だから私も頑張ります、そうなるように。花さんのように引っ張っていけるように頑張りましょう。うん、違うのよ、カメラがさ、そう多分もうさ亀裂が入ってるっていうか、もうカメラが悪いです。うん、ちょっと前のスマホだから。じゃあそろそろ終わります。アイドルマーガムさ、私似合わないけどやってみたいんだよね似合わないけどやってみたいんだよね。ただ割れた人みたい。なんかわかる、やってみたいんだよね。こういうこと？これもさ言ったかわかんないんだけどさ、嬉しかったから言っちゃうんだけどさ、なんかね、レアちゃんの生誕祭で私前髪をあげたんですよ。ちょっとこういうなんていうの、あげたの。それをインスタのねストーリーに載せたっけ、レアちゃんの誕生日おめでとうって。そしたらなんか DM 来てるなと思ったの、通知でね。そしたら花さんが、花さんがね、前髪上げてるの可愛いねって、わざ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 ね、あれしてくれたんです。うちすいません、あのそれな、今日の配信ずっとおたくすいません、なんか共有したくて。あーバーベキューしたい。急にバーベキューしたい。今日3連休じゃん。だから弟たちはバーベキューをしたらしく、しかもわざわざ糸島の方のにまで行って DIY とあれしていたらしいです。いいなあ。羨ましいです。もう海の季節終わっちゃった。私さ、ワンピース買ってたわけ。なのに着そびれた。最悪。最悪です。そう。でもいいもん、みんなに会えたからいいもんね。そう、おめでたい、遊んでねだって優しい。でもね、そうな、なんかね、私ってオフの日があれば多分お昼過ぎぐらいまで寝て結局何もしないで一日終わっちゃうってなるんだけど、オフの日が2日続いたら2日連続それともできないんだよね。本当になんかちょっと気分が上がんないなーって日はなんかそうなっちゃうけど、
結局なんか気分が上がんないなとか、なんかなんかあーってちょっとなってる時でも、公演とかあってメンバーとかみんなに会ったら、もう気づいたら戻ってんの、ん？あれ？みたいな、気づいたらもうなんかほらいつの間にか戻ってるわってなっちゃう。嬉しいです、こんなに素晴らしい環境があってありがたいですね。楽しもうと思います。なんかコンタクト汚れてきた気がする。やばい、こっちのスマホ充電ないんだよな。ってことでそろそろ終わります。でも夜ご飯さっきその韓国料理を食べたんですよ。なんだったっけな、ダブルチーズトッポギスンドゥブラーメン入りで、あの一からです。一からに生卵入れて食べました。美味しかった。でもしかも釜炊きご飯みたいなやつがセットでついたんだけど、釜炊きご飯の食べ方わかりますかみたいな言われて、食べたことないのに、あ、わかりますなんか言われちゃった。釜炊きご飯のやり方わかりますか、食べたことありますかって言われた。わかります、わかりますみたいな感じで言っちゃって、さえちゃんとかまきまきさんに、え、わかんの言われて、もう普通に食べればいいよなとか思ってたら、最初ね料理がその来る前に、でこちらは何々用のなんか例えばスンドゥブ用のチーズとみたいな来た時に、あ、こちら釜炊きご飯用の置いてきますねみたいに言われて、だからコーン茶届いて、ん、釜炊きご飯用のコーン茶ってなって、そうびっくりしたな。気づけばよかったと思ったもん。でもまきまきさんに教えてもらいながらやりました。そう、でもさ、私楽しんでるけどさ、私だけ楽しんじゃってるかなと思っちゃう時があるんだよね。なんか私だけ楽しんで、なんかみんなと一緒に楽しめてないかなったらないのかなって。でお家帰ってきて、あ、今日私だけあれだったかなって思っちゃうんですけど、楽しんでる私を見てって言ってくださると嬉しいですね。はい、という感じでございます。最近の私結構意外とちゃんと考えてますからねそう、なんかガキンチョズが言われるけど、まあそれはいいんだけど、考えてますからねという感じです。はーいではランキング見ます。13位ヤスさん、ありがとうございます。12位フランさん、ありがとうございます。11位ムーカちゃん、ありがとうございます。10位クジマスさん、ありがとうございます。9位カズオさん、ありがとうございます。8位ホニョウさん、ありがとうございます。7位モーさん、ありがとうございます。6位ビバさん、ありがとうございます。5位ムクさん、ありがとうございます。4位テルさん、ありがとうございます。3位ユイチェリーさん、ありがとうございます。2位キビさん、ありがとうございます。1位サカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。早くハナさんのグッズが届きますように。ちょくちょくさ、そのグッズのさ担当
の方に会った時に、花さんのグッズっていつ届きますかねって言うんだよね。あ、なんか韓国語で来てる。読みたい。翻訳しよう。ちょっとごめんね。最近は渋谷おやすみだって送んない。ありがとうございます。それでは皆さんおやすみなさい。明日からまた頑張りましょう。それでは、あ、ここ点楽しみです。ぜひ DMM でも配信でも見てください。おやすみなさい。